大変にある時期大変なわけじゃない。でやっぱりここ残したいと思う人の気持ちがやっぱり非常にストレートに返ってくるよね。要するにそういう思いがね、そういう時にこそ相手の方からね、主体的っていうかな、向こうからね、これお金使ってくださいっつって給付という形でね、お金を持ってきてくれたり、それとここの映画館をやっぱりこうずっと残して欲しいんだなって、そういう思いがやっぱりそれぞれの中にやっぱりあって、応えていかなきゃならないっていう、そういう気持ちには当然なるよね。できるだけ続けていきたいなっていう、続けていくにはやっぱりそれにね応えるような映画をやっぱり皆さんにね見せてあげたいなって、見てもらいたいなって、そういう思いがやっぱりあるな。